福岡ソフトバンクホークス対北海道日本ハムファイターズのゲームを、バッターボックスは8番鈴木。連打でチャンスを広げた場面となっています。いい形でつなげましたね。さあホークス同点のチャンスを迎えています。レフト線へ持っていった、切りました、ファウル。フェアならば同点かというところでした。低め外れています。150キロ、これは見送ってボール。外のボール打っていった、このフライはヒットになりそうだ。落ちた、ヒットになる。サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。ホークス同点、2対2、試合を振り出しに戻しました。このバッターね、ここ一番という状況で結果出してますからね。打席には倉本が入っています。さあなおもチャンスで満塁の局面、まあ、ここはつながっていますから、このチャンスで勝ち越しておきたいですね。なるほど、そうですね。バッターボックスには中島が入ります。ここはいいバッターが続きますから、チャンスですね。さあチャンスが続き満塁の場面、まあ、ここでつないでなんとか勝ち越しに持っていきたいですね。なるほど、そうです。初球から打っていった、これは外野へ、掴んで3アウト。勝ち越すことはできませんでした。打順は1番に帰ります。バッター柳田、今日は盗塁が1つあります。2アウトになっています。さあ1点、セカンドの左抜ける、同点のランナーを出してしまいました。2アウトランナー1塁、うまく持っていきました。非常に速い打球でした。完璧に捉えられてました。ソフトバンクホークスが僅差で勝利を収めました。